はようございます。本日は、5月17日朝の7時9分です。最近ニコン Z8 の宣伝フェーズが次の段階に入ったなと思って、一番最初は Z9 が小さくなったという値段じゃない部分で、あれがこんだけ小さくなった物理的な話でしたね。それでその次の段階になると値段が発表されて安すぎるっていう話になったんですけど、すごいっていうことにも違和感がありましたよね。それ使うかどうかっていうか、このスペックはすごいよねっていう話、いやそれが小さくなったっていうのがすごいよねっていう話で、その次がこのスペックがこの大きさになってこの値段は安いっていう話なんですけど、ちょうどツイッターで流れてきたどなたか あのツイートで、なぜカメラについての話はたくさんあるのに写真の表現とか楽しさについての会話っていうのがないんだっていう、ある意味こう問いみたいなツイートがあって、まさにちょっと本当はそれ僕すくい上げればよかったんですけど、なんてすくい上げたらいいかわからなくって、ちょっと見るだけにとどまっちゃったんですけど、すごいこのスペックがすごいからすごくて安いからいい写真って撮れるんだっけっていう、そこを議論しないといけないっていうか、本当にそのカメラを評価する上ではスペックだけでは判断できないのが当たり前なのに、なぜスペック値段すごいでいい写真とかすごい写真って何なんだっていうところとか、自分にとってすごい写真とは、あるいはああいうこういうすごい写真がある、すごい解釈があるんだっていうところが、まあほぼ無風状態で話が進んでっているっていう非常に顕著な例だと思うので、僕自身も別に機材を問うつもりはないというか、いい写真っていうのは機材は問わないですし、もっと言えば見る人も問わないと思う、写真やってる人やってない人、機材知ってる人知らない人っていう見る人を問うものではないと思うので、そう考えるとこの Z8 に起きている今そのすごいとか安いとかっていうことってどういうプラスがあるのかっていうことをあえて問いたいという朝のニュースになります。でちょうどコメントをいただいておりまして、4日前にマーさんという方から、カメラの話ですが、最近私的に非常に違和感を感じる言葉としてカメラ始めましたがあります。写真始めましたではないのです。ここですでにどちらが好きで、カメラという機械にお金を払っているのかが感じられますと。今の時代 Z8 が安いとはいえ5、60万のレベルで、かつてカメラが5、60万した、もっと言えばライカの100万もそうですし、アルファ1とかの100万っていうのもそうなんですけど、そんなボディだけで価格がするっていう時代は円安だったとてなかったわけですよ。でしかもそれが買い替えなければいけないと、買い替える前提というか、フィルム時代のカメラっていうのはフィルムを入れ替えればスペックが変わるので、カメラ自体は基本的に一生ものに近い考え方でしたね。もちろん AF がオートになってから速くなるとか、未だにマニュアルのカメラの値段が高いのはそういう普遍的な価値を保っているからですけど、ことデジタルカメラに限っては安くなっていくしかないです。それは車とかもそうですけど、デジタルカメラで後で高くなったっていうのって X100V と X100V だけじゃないですか。富士の定価を超えるっていうイノベーションがたまたま市場的に起きて、じゃあ X100V の新しいのが出たらそれって、定価超えを永久に担保していくのかっていうとそうじゃないと思うんですけど、その値段っていうことに関して言うと、僕が今使ってるライカの、
まあ、ライカの、ライカについてちょっと、ライカが高い安いっていうことについてはちょっと一旦、あの話は置いておいて、ライカのノクチルックスっていう、絞りが 0.95 の 50mm のレンズ。これが2010年前に多分出てるんですけど、2022年に、TT アーティザンという中国のメーカーから、もうこれ中国のメーカーっていうのを僕知ってたなと思ってて、別にどこのメーカーでもいいと思うんですけど、わかりやすく言うと TT アーティザンっていう、メーカーが、それを9万円、10万円で販売してるんですよね。で、それはある意味リバースエンジニアリング的なところがあって、まあ、いろんなラインナップを出してる中で、おそらくそのライカのノクチルックスを原型にしたアイディアを彼らなりにコストをセーブしてクオリティはさらに上げてっていう、それは十何年の差があるんで、そこまで進化させることができるじゃんっていうことでやったチャレンジだと思うんですよ。で、言ってしまえばそれって値段で言うとものすごい安いんですよ。で、 YouTube の動画にも出させていただいてるんですけど、比較するとまあ本家よりもいいじゃんっていう部分がいろいろある。そうなった時に安いからいいっていうことで、僕の中ではノクチルックスから TT アーティザンに乗り換えることができなかったんですよ。で、そのノクチルックスを売れば80万90万になるんで、それこそいろんな自由が利くというか、経済的に Z8 をじゃあ仮に買ってみるってなったら、そこにお金を使うこともできるんですけど、なぜか TT アーティザンじゃなくってライカのそのノクチルックスを使いたいと。で、ノクチルックスの 50mm って、ズミルックス 50mm の 1.4 っていうのも去年ぐらいに出た新しいレンズがあって、ノクチルックスは1メートルまでしか寄れないんですけど、ズミルックスはなんと45センチまで寄れる 50mm。 それで、先日のこの1個前のシグマの動画で比較した、50mm、 シグマの 50mm の 1.4 のアートシリーズコレクション、のモデル、フラグシップのモデルと比較しても何の遜色ないと。非常に小さくて、コンパクトにまとまってるマニュアルのカメラなんですけど、マニュアルのレンズなんですけど、それは値段が6、70万円すると。でもシグマは10何万円で済むと。た時に、じゃあシグマのレンズ使って、ソニーで撮ればいいじゃんっていうことにも頭がならなかった。なってないんですよ、今ね。で、ノクチルックスとズミルックスを比較すれば、不便だけど、1メートルで倍の重さがあって、だけど、その 0.95 で撮る写真が、どうでもいい写真なんですけど、自分にとってはどうでもよくなく映るんですよね。で、それはボディのスペックがとか解像度がとかじゃなくて、雰囲気の話というか、なんですよ。だからそれがたとえ、100、まあ、定価ベースで言うと200何十万っていうセットだったとしても、自分にとっては高くないんですよね。で、それを一方で、じゃあそれが、ソニー α7S に、TT アーティザンをマウントして撮ればいいっていうことになると、10万円、20万円ぐらいで済む。で、自分の家で済む。で、安くてほとんど同じ写真が撮れるってなっても、じゃあそれは安くていい、安いからいいかっていうとそうじゃない。その間にあることって何なのかっていうと、やっぱり撮る楽しさって何なのかっていうご本人の、ご本人の気持ちの落としどころだと思うんですよ。だから、まずは3つの、そう、写真を撮るときに自問自答してほしいことがあって、してみてほしいことがあって、別にしなくても撮れますし、しなくても楽しいことってあると思うんですけど、とりわけその周りの情報に、これがどうなのかなっていうふうになっちゃうと思うんですけど、改めて自分は何を撮りたいのかっていうこと、被写体ですよね。被写体とか、まあ出来事とか。で、その次に、それって何で撮るんだっけっていう理由。例えば、じゃあ、なんとかさんを撮りたい。あるいは、まあ、どこどこの風景を撮りたいってなったら、それって自分がそこに興味があるからじゃないですか。
で、興味があるのはいいんだけど、そのどの部分に興味を持って写真を撮るっていうのは自分を含めた誰かに見せるっていうことだと思うんで、それ何を伝えたいのかっていうことですよね。そこまで掛け合わさってくると、何を撮るのか、なぜ撮るのかって掛け合わさってくると、何で撮るのかっていう道のりが発生するんですよ。これは始点と終点というかゴール、ここの間がをつなぐのが道具で、でこれを例えばマニュアルのカメラでは撮れないと、動くものであると、その動きを止めたこと、止めることが自分が魅力的だと思っていることが他者に伝わるんであれば、じゃあそれってオートのカメラじゃないといけないよねとか、例えば Z8 でも飛んでいる鳥の近接撮影、かなりズームした撮影なんかは確かに AF で撮った方がいい。飛行機、夜間の飛行機なんかもそうだったかもしれないですね。サンプルの映像で拝見すると。あとは、こういう色彩を持っているものだからこそ、ローで撮らなくちゃいけない。映像の 8K ローで撮らないといけない。8K ローで、ハイスピードで撮らないといけないみたいな、その、これで撮らないといけないっていう部分は、重ね重ね言いますかけど、何を撮るのか、なぜ撮るのかっていうところをつなぐところにスペックっていうのが生まれてくるので、一様にこのスペックでこの大きさでこの値段だから安くていいカメラっていうふうには直結しないんですよ。なぜならば皆さんがなぜ撮るのか、何を撮るのかっていうところを達成するっていうことが、達成させてくれるカメラっていうことがご本人にとっていいカメラっていうことになると思うので、それがなく、どれがいいカメラかっていうのは、まあ、僕もよくカメラについて質問されますけど、何撮りたいんですかっていうところから話が始まっていくので、もちろんそのスペックを高いカメラを使うことが喜びであるっていうことも写真の一つの楽しみです。でも最初の話に、さっきのコメントの、マーさんのコメントの話に戻ると、カメラをやるのか、写真をやるのかっていうことは結構大きな違いで、カメラの中に、まあ、カメラの中に写真もあるんですけど、写真の中にカメラ、写真の中の一つの要素としてカメラがあるということもできると。で、なぜならば、写真っていうのは、撮影者がそれを見る人に何かしらを伝えるコミュニケーションの道具の一つとして生まれてきたからなんですよ。それは音楽も絵もダンスも何でもそうだと思います。これ実体化、文字とかも、そういうコミュニケーション、人が思ったことを誰かに伝える、より具体的に伝えるために、そういった道具っていうのはいろいろ生まれてきたと思うので、皆さんが何を撮るのか、そしてなぜ撮るのかというところで、どれで表現するのか、どれで伝えるのかって考えると、カメラっていうのは伝えたいっていう気持ちがあったからこそ生まれたんではないかと。これはよく逸話として言われますけど、写真を発明したと言われる2人のうちの1人のウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットさんは、ある発明家なんですよね。ある日奥さんと避暑地に、出かけて、奥様と一緒に絵を、風景画を描きに行ったと。で、その出先で、奥様はすごく絵が上手だったらしいんですけど、トルボットさんは、あんまり上手じゃなくって、この見たまんまをそのまんま何かでキャプチャーできちゃえばいいじゃんっていうところから、彼が写真機を発明するに至ったという話があるんですね。そういう、絵でやっていたこと、絵もそうだったと思うんですけど、を代替するための手段として写真が生まれてきたんであれば、言葉ではなく目で見たものを自分が目で見た通りに伝える道具としての写真っていうのが写真の最初の生まれなわけで、そうするといろんな写真表現っていうものがある中で、一つの楽しみとして、伝える楽しみとはまた別の楽しみとして使う楽しみっていうのがもちろんあってもいいと思うんですけど、でもその皆さんが好きなカメラっていうのを使って、もっともっといろんなコミュニケーションをして心を伝え合うことができるってなった時に、もっとわがままでいいというか、自分の好きを伝えていいんじゃないかって思うんですよね、写真だからこそ。
なのでより写真を楽しんでいただくためにも、自分は何を撮るのか、なぜ撮るのか、そしてどれで撮るのかっていう順で考えてみるといかがかなと思います。まあ、こういう考え方でうちの写真のワークショップっていうのは始まるので、オンラインサロンでも書籍でもワークショップでも機材に触れることってほとんどないです。はっきり言って今10年前のカメラで十分ですよ。先代たちが撮ってきた、先達たちが撮ってきた写真って別に Z8 とか Z9 とか R5 とか R3 とかじゃないですもん。もっと僕たちが今写真の、まあ、アートの中で評価されている写真って60年代とか70年代の写真ですよ。オートフォーカスもありません。カラー写真も絶対ではありません。そんな写真たちが海外でも国内でもすごく評価されてるっていうことを見ると、その写真を読むことによってもう一回自分自身にとっての写真というものを振り返る機会になると、そういう機会を僕らは作れればなと思って写真活動しております。はい、久々にはなりますが、今日の朝のニュースでした。コメントお待ちしております。良い一日をお過ごしください。鈴木真の写真道場。